のテーマは尼崎、尼崎テーマは夏みかん。どうも夏みかんです。はい、今日は7月25日は夏みかんのお誕生日です。イエーイ、おめでとうございます。昨日の24日の21時からショールームの生配信をしています。なので今は生配信をしながら YouTube の撮影をしてます。こんな感じ。みんなやっほー。こんな感じで、今1万2000人ぐらいがずっと累計で見てくれてるんやけど、その中で夏みかん生配信をしながら一つ思いついたことがあります。夏みかんの親友でもある男友達の慎太郎、わかるやろ、あのナルシストもう、わかるやろ、あの人、おるやん。ナルツツと。なんか筋肉とか腹筋とかバンバン見せる。慎太郎とは、夏みかんも親友のように仲がいいんやけど、いつもな、一緒におるときな、めっちゃおちょくちくんねん。大阪のおばちゃんとか、昨日の TikTok の顔やばかったやんけとか、もうめっちゃな、嫌なことばっか言ってくんねん。でもやで、男の子って、好きな女の子に、絶対ちょっかいかけたくなるもんやん。だから、やっぱいろんな DM とかも来るわけ。だから慎太郎君とほんまに付き合ってるんですかとか、夏みかんちゃんが好きなんでしょとか、なんか夏みがめっちゃ一方的に好きみたいな感じになってんねんけど、ちゃうねん。慎太郎が夏みのことが好きやねん。だから今日はそれをちょっと証明すべく、自分の誕生日に慎太郎に告白ドッキリをしてみたいと思います。人生でほんまにドッキリとかはまあ置いといて、男の子に告白したことが人生で一回もないから、どういう感じで告白するかはもうその場の流れで行こうと思うねんけど、絶対ドッキリって疑われると思うねん。だからそこで夏美は絶対に一切笑わずに、もうしんちゃんにね、本気で好きやっていうのをドッキリをしたいと思います。生配信中なので、どんな結果になるかはもう夏美もみんなもわからへん。コメントで言ってる、ほんまに付き合っちゃったりしたらどうしようとか、ごめんなさい。あ、結果さっき言っときます。もうしんちゃんにオッケーもらったとしても、ごめんなさい。夏美付き合えないです。ごめんなさい。ほんとごめんなさい。慎太郎の女にはなれません。すいません。さっきこっちで振っときます。すいません、しんちゃん。ほんとにごめん。しんちゃんに、ほんとは好きやっていうのをね、ドッキリしていきたいと思います。早速、緊張してきた、ちょっとだけ。告白していきたいと思います。それでは、人生初めての、告白ドッキリ、レッツラーみかーん、慎太郎。今しんちゃんに今少し話せるって、今少し話せる、もちろん絵文字はなしで、はい、送りました。今少し話せる、やば、送った。既読がすぐにつかないから電話するわ。やっぱ積極的な女の子やから電話したいと思います。それではみんな、しーね、いや忙しいんかな、暇やろ、行きます。あ、いや出えへんかな。出えへん。もうしんちゃん早く出て、ほんまに。今から告白してあげるっていうのに、なんなん？ちょっと、あ、どうしたんって来てる。どうしたんって来てんけど。見て、ちょっと待って。ちょっとこれスクショ。待って、今少し話せる？どうしたんって。ちょっと伝えたいことがあるっていうわ。YouTube の撮影って来てんけど。え、違う。撮影じゃないよ。20分待って、いいって来た。え、無理って言います。無理、今すぐがいい。あ、かかってきた。かかってきた。行くで。かかってきた、行くで。あ。もし、あ、もしもし、しんちゃん、あ、誕生日おめでとう。あ、いや、何？え、ちゃうねん。今日はそういうあれじゃない。え、違う。ほんまに違う。何？ドッキリって意味わからん。え、何？誕生日おめでとうってさ、夏目のいいところさ、3つぐらい言ってや。絶対撮影入ってない。違うって、入ってないって。夏目のいいところ。うん。
好きなとこ見って言って。声が大きい。お前しまくぞ。ねえ、はい。面白い。はいはいはい。意外と優しい。お前さ。うっざ。どうせ YouTube かなんかやろう。ほんまに違うで、ガチで。なんだじゃ。ちょっとリアルに違う。撮影じゃなくて、ほんまにしんちゃんにずっと伝えたいことがあってんやん。はいはい。何ですか。なんかやっぱこう成長したくて、誕生日やし今日。うん。それだけ。違う。ほんまに伝えたいことあるから、今から言うから聞いてくれる？うん。何？さ、今どこおるん？今普通に駅に向かってるよ。あ、そうなん。さ、しんちゃんと出会っても半年ぐらいやんか。うん。でさ、真面目な話、ほんまどっち？真面目。めっちゃ真面目。電車乗り終わってからでもいい？なんで無理やって、今がいい。分かった、じゃあ今がいい。でもしんちゃんと出会って半年ぐらいなんねんけど、やっぱ最初から出会った時はすごい緊張とかしとったんやけど、まあしんちゃんと仲良くなって知れば知るほど、まあしんちゃんの良さっていうのを気づいて、うん。で、TikTok とかもやっぱ一緒に動画撮ればバズるやんか。うん。で、やっぱビジネスカップルって言われてたやん、結構やっぱ。うん。でもやっぱそれが夏美嫌で。うん。で、やっぱそのしん、何ワンワンと言って本気やねん。で、なんか、しんちゃんさ、いつもさ、夏美のことさ、うん、どう思ってるとかそういう話したことないけどさ、うん、まあ夏美はしんちゃんのすべてが好きやねんやん。だからさ、しんちゃん夏美と付き合う？はい、付き合ってくれへん？付き合うか。ほんまやって、ほんま撮影入れたな、ほんまに。じゃあちゃうって、すべてが好きやね、夏美、しんちゃんの。マジでだ、それ人としてやろ。いや男として、恋愛としてじゃなくて人として。いや恋愛と、いや人としてあんま好きじゃなくて、恋愛として好き。意味わからん、人としてあんま好きじゃなくて、なんで恋愛として好きなんねん。いや、なんか男として好きやねん、やっぱこう、わかる？筋肉とかもすごいしさ。で、なんか、そんな言うたことないやん。そんな筋肉とかすごいしな、なんか。てか、好きやから言われへんくて。で、やっぱ腹筋とかもすごいし、髪の毛とかもすごいし、すごいなし、すごいし。褒める下手くそすぎやろ。めちゃくちゃ下手やん。でも、しんちゃん好きやから、どう？じゃあ、何？はっきり言って。はい、お断りします。お前、しまくさ。なんで振られたんねん、誕生日に。なんでそれは、なんでな、理由。理由って別にもうそれ友達やん、それに。こっちは友達やと思ったことない。嘘つけ、ほんま。よう言う、嘘つけや、ほんま、めちゃくちゃ言うな。だから他は友達以外、その友達かの恋愛やろ普通は。いや、なっちゃんは違う感じよ。友達って恋愛対象には見てないよ。はい、ということでしんちゃん、ごめんなさい。振られたみたいになったんですけど、こっちも本当に無理です。付き合うのは無理です。わかってるわ、そんな。はい、ということでしんちゃんに誕生日に好きって告白したら、どんな結果になるのかは、しんちゃんは照れてなかなか答えてくれませんでした。しんちゃん、ちなみに今生配信しながらあれしてる、 YouTube 撮ってる。あ、生配信しながら YouTube 撮ってるんだ。そう、だから視聴者さんもみんな見てんで。あ、そりゃ、まあそうなんか。だからみんなに、下手くそすぎ。だからは下手くそじゃないから。
ちなみにちゃんと伝えておこう、ちゃんと、ね、ドッキリで気づいてなかったとしてもちゃんと俺断ってるから。あ、ごめん、それ いらんねん、いちいち言わんで、いちいち言わんでいいねはい、ということで検証結果はね、誕生日も友達やからって振られたんですけど、夏美も最初から付き合う気はなかったので、はい、もうなんかしんちゃんとは親友ということで、これからも新夏って言うんかな、なんか新夏って言ったらカップルみたいやねんけど、しんちゃんとは親友でずっと過ごしていきたいと思います。バイバーイ。